さあ今夜スタートのドラマアンメット、ある脳外科医の日記。寝ると記憶を失ってしまう脳外科医が患者を救いながら自身も成長する医療ドラマです。杉咲花さんは医療ドラマ初挑戦ということですが、はい、難しかった点は？やっぱり手術の練習のシーンは難しくて、もう髪の毛より細いぐらいの糸を使って顕微鏡で練習したりしてますね。かなりこう繊細な演技が必要になりますもんね。さあそして若葉さんは同じ脳外科で働くアメリカ帰りの優秀な医師役ですよね。はい、はい、脳外科の人は風変わりの人が結構多くて、うん、だから三平変だって言われるんですけど、うん、そんなに差異はないかなと思ってますね、脳外科の人は。自分としてはね、はい、確かにこうユニークな天才外科医というね、そういう役柄ではありますけれどもね、うん、はい、そして生田絵梨花さんが演じるのは、はい、私は脳外科医の秘書で、うん、この権力者の孫娘というちょっとお嬢様の役を演じています、うん。